これはモニターとしてずっと映ってる。しゃべくりマッシュの始まりよ。はい、こんばんは。しゃべくりマッシュの時間です。今日はしゃべくりまちろは8回目なんですけども、末広がりの8回目で、めでたい、話で、出生の話なんですけども、その出生昔の人の出生の話で、後ろに飾ってある鎧のお話です。で、この鎧が実は紙で作られているというものなんですけども、ここにですね、11月の初めに、真田邸で開かれた甲冑の、はい、展覧会の様子なんですけども、武将たちはね、ここに書いてあるおしゃれだったと。ということで、さまざまな形の今から甲冑が出てくるんですけども、その甲冑作りの先生の丸山一平さんです。はい、よろしくお願いします。この甲冑、これがそうなんですけども。真田宝物館に飾ってある感じにこの見てくれはかなり見えるんですけども、こうなんて言うんでしょう、かなりね、軽くできてて、はい、でレプリカはレプリカなんですけどもね、本日ニュースの方でですね、中国でガンダムの偽ガンダムが黄色いガンダムがあったんですけども、ガンダムはかなりちょっとどうかなっていう感じなんですけども、このレプリカの方はかなりかっこよくできていると、思います。はい、でさらに今日は後ろの方にかなりたくさんの皆様が並んでいるんですけども、このしゃべくりまちろの後にこのクリスマスパーティーをやるということなんですが、実は皆さんこの甲冑着て討ち入りに行きます。はい支持率を背景にしてですね、政権に就いた人たちがいてですね、でその人たちが 1% になっても辞めないと、こうふざけたことを言ってるんですねみんなで甲冑着て討ち入りに行くということで、皆さん気合い入れておいてください。よろしくお願いします。はい、それで僕はもうちょっとあと出てくるんですけども、今年の真田祭りの、もうちょっと出てくるかな、真田祭り、真田十万石祭りっていう祭りが出てくるんですけれども、もうちょっと後でしたね。はい、飛ばしちゃおうかな、これですね。はい、もう2ヶ月前に終わってしまったんですけれども、10月の9日10日ということで、そして、その行進行列の順番なんですけども、丸山さん、この真田祭りっていうのは、はい、何回目って今出てたかな、ちょっと出てないですよね、はい、何回目なんですかね。いや、回数ははっきり分かりませんけれども、はい、言い伝えによりますと、もうすでに90回ぐらいはやってるだろうと。言い伝えによるとって、そう、伝説こと、はい。最初はポスターに何回目って書いてあったらしいんですけども、いろんな事情があってなんか外されたみたいで、そういうお話をかつて伺ったことがあります。90回はい。だから、かなり前から始まってるんじゃないでしょうかね。僕はよくわからないんだけども。そうなんですか。会場の皆さんの方がご存知かもしれません。ぜひ、あとで。60回。
60回、うん、なんかすごい歴史があるみたいな。そうなんですか、はいはい、あ今初めて知りましたけどもね、はい、あそうですか、じゃ もう1回目からこんな感じで行列だったんですかね。そうですね、まあ、僕はまだ生まれたてですからその60年前と言いますとだから、あの過去のことはわからないんですけれどもね、まあ、要するに伝統的にずっとやっぱり続いてきたという、まあ、このやっぱり、城下町が持つやっぱ一つの、エネルギーというかそういうものがずっと脈々と続いているということじゃないでしょうかね。あすごいですね。いや60回っていうのはちょっとびっくりしましたけどもね。あそうですか、今回僕は須田光親隊で行列に参加させていただいたんですけども、須田光親公っていうのはいつぐらいの人でどんな人だったんでしょう。僕も詳しくは存じ上げないんですけれども、一応この、武田信玄が作った城とされている松代城ですね、はい、まあ、縄張りは山本勘助がやったという、まあ、これもまあ史実は、うん、はい、はっきりはしてないんですけれども、まあそういう伝説のところでやっぱり、まあ武田がやっぱり甲州からこの信濃を抑えるという形は、まあ、そういった、食べ物のものだとか要するにそういう、地下に眠っている武田金を掘るのが得意でしたからだからその、まあ、自分の主だったところは、まあ、やっぱりそういう経済的に抑えておきたいという、ことがあって、まあ、信濃に進出してきて上杉との戦いになったということなんですけどね。そういう意味で一番最初は武田の城だったわけですね、うん、はい、それで、まあまあ、その後いろいろまあいろんな介入があって、信長が介入したりそれから、家康が介入してきたりいろんなことがあったもんですから、まあ一時はその、まあ、上杉の統治になったこともあって、うん、それで、まあ、その時の、まあ、六代藩主っていうんですかその津田須田さんは、うん、で、まあ、結局、まあ、上杉の武将だったわけですね。あそうなんですか、はい、でまあ、その真田に変わってからは、まあ、ずっと真田が継いだんですけども、うん、それまでは、まあ、二転三転いろいろ上司が変わったみたいで、まあ、僕もよく詳しく知らないんですけどその、松代っていう地名も最初は海津城だったわけですね。そうですね、はい、でそれが、まあ、松代っていう名前に変わったのはやっぱりその城主がやっぱりその固定した城主がなかなか見つからないんでしょっちゅう入れ替わってたということもあって、その城主を待つというんですか、待つだから待つ城だということで、そういうなんか風説もあるみたいなんですけれども、まあそんな話もねちょこっと伺ったことあるんですね。だからまあ学術的にはもっとその文献的にいろいろその言われがあるんでしょうけれども、物語としてはそういう方がきっと面白いんじゃないかなというふうに思うんですけどね。まあそのうちのまあ城代になったうちの一人がその須田さんだったんですね。あそうなんですか、松代が松代っていう、まあ、上司を待つ、ね、お殿様を待つっていう意味ですかね。なんかそんな不人気だったのか、はい、それとも人気があるからこう入れ替わってたのかっていう、うんうん、まあやっぱりその政治的な問題でしょうね、やっぱりね。そうですね、うん、この平城平地に立ってるんで平城っていうんですけど、この平城は珍しいんですかね、山城の方が多かった。まあ、結局なんていうんですか、やっぱりその時代交渉にもよるでしょうけど、もう最初はみんな平城だったわけですから、基本的にはその荘園制度の武士が起きてくるときは侍が起こってくるいわゆる時代にはもうみんな土塁を築いて前に堀を掘って、それで自分の屋敷をお城にしたみたいなもんですから、それがまあやっぱりそういう一つの武将対武将の国取りの合戦になって戦国時代になっていったときに、やっぱりその山城だとか、うん、そのこういう、この平城の里に言われてくるだとか、だからそれもやっぱりそのある程度地形的にその要害の地じゃないとその攻められてしまうんで、この松代は結局背中に千曲川を背負ってましたから、はい、だからやっぱりその背中からもいわゆるその襲われるという形がなかったもんですから、うんうん、まあ、そういう形でのこのお城の縄張りができたんじゃないかなと思うんですけどね。さらにこう水上山とここ山にこう囲まれて川もあってってこう4つ全部こう360度こうぐるっと
守られてるという感じですかね。まあ専門的に研究されてる方もたくさんいらっしゃるでしょうか。まあ、その大雑把な話としてははい、ありがとうございます。今映っているのはですね、松代城市でその棚田十万石の行列が一番最初に出てくるシーンで、戦国時代からだんだんこう時代下ってこう明治になっていくというそういう時代の流れになっています。はい、ちょっともうちょっとかな、ちょっと飛ばしちゃいました。あ、はい、正山先生ですね。で飛ばして、あれ飛ば、あれ飛ばない、え、これが甲冑、紙で作る甲冑の部品なんですけれども、この甲冑を紙で作るそのきっかけっていうのはどういうところから、出発ははっきりしないんですけども、はい、おそらく個人的ないわゆるそのカルチャーというか趣味でね、はい、作られた方もきっといると思うんですけれども、基本的にはその昔のやっぱりその大鎧っていうんですけども、戦国より前の鎧っていうのは、うん、はいはい、かなりやっぱり源平合戦のあれを見てもですね、うん、はいはい、すごい鎧なんですね。派手派手ですよね。でああいういわゆるものを、まあ、京都だとか小田原城だとかああいったところで作ってたチームがいて、覆面してる、いましてね。で結局まあそれは小塚が趣味でいわゆる発注して買ったり、それからやっぱりそのなんていうんですか、その歌舞伎の芝居、お芝居の舞台で使ったり、で映画で使ったりするといういわゆることの中でそういう復元がまあぼちぼちされてたみたいなんですけど、結局テレビゲームでその戦国バサラっていう形がまあ非常に爆発的にヒットしまして、 はい、それでまあ歴女なんていうのが生まれてきまして、それでまあ今の若い人たちでもやっぱ歴史に興味を持った方っていうのは非常に増えてきたということで、それで、あちこちでやっぱりその甲冑隊という隊の結成が行われるんですね。で私たちはこれは今年のお祭りも参加していただいて、さっき画面に出ましたけど真田幸村校をやってる河合君というのが大阪城甲冑隊というのを立ち上げて、それで彼がまあ最初にこの紙で作る教室を大阪でお母さんとか子どもたちとかと一緒に立ち上げたわけですね。それで結局まあ大阪城はまあ一応今雪村フィーバーしてましたんで、一応赤備えの要するに甲冑を作るということで、まあ長い年月をかけて、時間をかけて作ってたみたいなんですけど、まあせっかく作ったものだから使わなきゃダメだということで、それでまあ大阪城はその観光ガイドだとか、それから要するにゴミ拾いですね、大阪城のゴミ拾い、あ、鎧を着て、鎧を着て、それで結局それが非常にまあアピールしたわけです。そうですね。で刀を抜くとゴミバサミになってるわけですよ。だからそれで要するに日曜日のことにボランティアで出てそのゴミを拾って歩いたり観光に出てガイドをしたり、それから、なんていうんですか、一緒に写真を撮ってあげたり、まあ、かなり大阪城は人気になったわけですね。でそれをまあたまたま上田城の、まあ、同じ真田ですから上田城の、まあ、行政区の方たちがやっぱり見ていて、これはやっぱ上田にも行けるんじゃないかということで、行政側が助成を出して、それで大阪からこの河合さんという講師を1年間上田に引っ張って、で教室を開いてって教えてもらったわけです。でそれからいわゆる僕たちも、まあ、河合君とは昔から友達だったもんですから、まあ、なんとか松代でも要するにこういうムーブメントが起きないだろうかということで、まあ、3年もう足掛け4年ぐらいになりますかね、4年ぐらい前からもうずっとアプローチをしていましてね、それでまあ、あまり表を出さないで静かに静かにやってたんですけども、まあ、今年は2010で要するにその真っ白イヤーということだったもんですから、まあ、それを記念して、まあ、ここで甲冑隊をやっぱり真っ白も立ち上げようじゃないかということで一気にまあ機運が高まって、それでまあ企画を提出して、まあ、なんとか、助成をいただいてですね、で一応その甲冑のこの紙で作るものを教える指導員をまず作ろうということで、一応まあ14名ぐらいの
メンバーが最初集まってね、でまあ14両これ作ったんですけども、今年はで、これはその上田城からあの要するに、講師に来ていただいて、今年の6月から真田祭りに間に合うようにとにかく4ヶ月かけて作ったわけです。あ、そうなんですか、はい、あ、そんなに長い、もう4年っていうことで、はい、各日曜日ごとにやってたもんですから、やっぱりかなり時間がなんていうか毎日やればいいんですけども、そうはいかないもんですから、結局1週間に一遍ということでね、それでかなり時間がかかったと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございました。本日は、紙で作る甲冑のお話を聞かせていただきました。どうもありがとうございました。そうですね、来週の予告があるんですよね。来週はですね、松代しゃべくり松代2時間スペシャルでですね、みなかみ山に出没する謎の発光体を追えということで、戦場カメラマンのあの人が来ますんで、はい、よろしくお願いします。すいません。はい、ありがとうございました。いいですか。はい、どうも、すいません、遅れてきました。さて、来週のしゃべくり松代は、パーソナリティは松代テレビ局、我が松代テレビ局の加山さんです。はい、加山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。加山さん、来週のゲストの方はどなたですか。はい、大物。そうなんですよ、今年は、長野市の松代キャンペーンということでね、松代イヤーっていうのをやってますけど、そこの、仕切り元というかね、仕切り元、うん、マシロイヤーの事務局長の宮沢博さん。宮沢博さん、はい、うわーすごいですね。すごいです。宮沢さん、はい、いらっしゃいますね。あ、今日来ていただきました。はい、はい、どうもいらっしゃい。こんばんは、宮沢です、よろしくお願いします。いやー、加山さん、さすが大物で、はい、もう、すごいですね、とっておきの最後の締めを飾るということ で、 そうですね、今年の締めを、はい、今年の締め、宮沢さん、はい、私が言っちゃうけど、加山さんが、はい、はい、いや、宮沢さんには今年は本当とっても NHK のね、昼の番組なんかも仕掛けていただいて、全国放送、宮沢さんがなければやっぱりできなかったかなと思うんですけども、そういった苦労話なんかもね、いろいろお聞きしたいなというふうに思ってるんですよ。はい、楽しみですね、来週は。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
次回にまたその辺のお話をさせていただきたいと思います、もったいぶってますね。よろしくお願いします。そうですか、はい、じゃあ本当に広報期待ですね。そうです、広報期待でもって、はい、いろんな裏話も ね、できるかと思いますので、はい、裏話、面白い裏話あるんですか。はい、あ、それもご期待ですね。そうですね、わかりました。次回のお楽しみということで、はい、お楽しみで、はい、それでは来週のしゃべくりまつろどうぞお楽しみに。楽しみ。アドリブで、はい、開いても本当に申し訳ないです。松代、あなたの街、しゃべくり松代。